こんにちは。はい、はい、豊さん、はい。はい、今日も交流戦の3連戦を振り返るの時間がやってきました。やってきましたね。はい。ちょっと新庄監督に会ってきたけどさ、うん、あなたの喉の心配して、そうそう、してたよ。嬉しい。もうね。ちいちゃん声大丈夫ですか言うて。本当、もうだいぶ良くなりました。なんか長引いててね。いや本当に、でも新庄監督本当に嬉しい、ありがとうございます。見ててくれるっていうことがな、ね、また気にかけてくれてるという。本当本当で、帽子が欲しいって言ったら、いや送りますよってぜひ使ってみてくださいって言ってたから嬉しいね。あれ本当に小顔に見えそうで、めちゃめちゃ欲しいんですよ。いや本当だよ ね、どこで買えるのか知りたかったっていう、はい、ねということで、うん、看板ちいちゃん今日もよろしくということで、はい、よろしくお願いします、はい、あんまり心配かけないように元気よくいきますよ、ね、元気は元気ですよ。そうだな、はい、はいはいはい、ということでこうなりました。はい、今回は、どこも中止もなくて全部3試合ずつありました。はい、はい、ちょっとね天気不安定にはなってきてるんですけど、まあ、まあちょっと広島とかもねちょっとスタートの時間が遅れたりとかしてましたけど、はい、ありました。はい、はい、ということで広島対ロッテは広島の2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、巨人とオリックスはオリックスが3連勝、はい、はい、ヤクルトと日本ハムはヤクルトが2勝1敗の勝ち越し、はい、DeNA とソフトバンクはソフトバンク2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、阪神と西武は阪神の3連勝、はい、中日対楽天は楽天の2勝1敗の勝ち越しということになりました、はい、ということで、はい、まずは広島対ロッテ、はい、ね、まず言わなきゃいけないのが大瀬良、おめでとうございます。そうそう、もう素晴らしい、ね、ノーヒットノーラン、はい、ね、史上90人目。まあ普通だったら同感するんだけどもさ、ちょっとね時間が足りなくて、そう、豊さんがねいたりいなかったり、もう本当にねちょっと忙しくてすいませんでした。ねえ撮りたいねっていう話は散々してたんだけど、そうなんだよな、はい、またねこういうね会長が素晴らしい、はい、まあそうだね、球団史上5人目ということでね、はい、前回は前田健太投手が、まあ、そうだ取って以来ということで、はい、素晴らしいです。はい、まずね、はい、その広島、うん、大瀬良、玉村、アドア、はい、ね、ロッテは美馬、佐々木朗希、メルセデスということで、うん、ね、はい、まず1試合目、まあ、この1試合目4対0、うん、広島大瀬良がノーヒットノーランという ね、まあ、先ほどから球団史上5人目という、うん、松田では初めてという ね、まあ、快挙になるんだけども、素晴らしい、はい、9回、うん、129球、はい、まあ0安打、はい、まあ、三振が2しか取れてないんだよね。逆にそれもすごい、まあ、すごいなと思ってて、うんうんうん、で5四球、はい、で無失点というね、うん、で8回に1つのフォアボール、9回に2つのフォアボール、はい、もうこれはもう完全に狙っていってるよねいや何て言うんだろう、まあこうカウントを悪くしたりとかしてね、うん、あんまり甘いボールっていう、歩かしちゃいけないとかいうよりも歩かしてもいいからノーヒットノーランを達成するというさ、うん、まあそういうふうな、意識があったんだろうなと思ってね、この5四球にはね、うん、だからまあこれはね、まあ記録達成には、うん、まあ、いいことだったなというふうに思うよね、はい、ということでもう完璧にこう大瀬良が、まあ、1試合目は抑えたという、うん、で美馬もね悪くはなかったんだけどさ、はい、もうロッテは4つのエラー、はい、まあ、やっぱね松田はね、守りにくいよ、うん、やっぱその初見でね守るっていうのはね結構難しさはある。やっぱりね普段パリーグの選手はね、マスクをすることもないですし ね、まあそうだね、うん、まあだから4つのエラー、まあこの4つのエラーがその得点に重なったということではないんだけどもさ、はい、うんうん、まあだけど美馬の足を引っ張りながら美馬もよく頑張ってたんだよね、はい、うん、だけどこの日はもう大瀬良がね、うん、ノーヒットノーランを達成したという ね、まあ、そういうことでした。はい、そういう試合になりましたね、はい、はい、で2試合目、佐々木朗希対玉浦3対1、うん、ロッテ、はい、佐々木朗希、うん、まあ、6回90球、はい、3安打9三振、うん、1失点というね、はい、この日は最速が157キロということで、うん、まあ、ちょっと抑え気味だったのかなっていう感じがしたんだよね、うん、で先制したのは広島、はい、まあ、2回矢野の好走塁で、うん、まあ、先制するんだよ、はい、で佐々木朗希がファーストに投げたボールが、うん、ちょっと悪送球気味だったんだけどもね、はい、まあ、ベースカバーに入った選手は足を目いっぱい伸ばして、うん、
ちょっと倒れ込みながらアウトにはなったんだけどさ、うん、まあ、その間の隙をついてね、うん、まあ、矢野が好走塁をしたという、はいはい、で5回、はい、ロッテの攻撃、うん、ツーアウト2、3塁から荻野のサードライナーを、はい、初期が後ろに反らすんだよね、はい、でこれもエラーというふうになったんだけども、うん、これで2点を失うんだよ、うんうん、で玉村、はい、5回72球4安打4三振、まあ、2失点だけど自責はなしというね、うんうん、だから佐々木と対等にこう投げ合ってたんだけども、うん、まあミスでね、うんうん、負けてしまったという。そうですね、まあ、非常に好走塁もあったりとかして、うん、佐々木をねみんなで攻略しようとしてる時に、まあ、こうやってエラーでね、うん、まあ、失点してしまうっていうのはちょっとチームとしても辛かっただろうなというね、そうですね、感じがしました。はい、はい、まあ、この日も広島は3安打ということでね、そうなんだ、なかなかね、うん、まあ、なかなかね打てない佐々木朗希投手ね、うん、だけどその中で、まあ、好走塁を見せたりとかしてね、うん、まあ、頑張ろうとしてたんだけども、そうです、ね、まあ、及ばずということなんだね。はい、はいはい、で3試合目、4対1広島、はい、もうこれいい試合してたんだよねずっとね、うんうんうん、でアウトアンもいいし、はい、メルセデスもいいし、はい、で5回菊池のスクイズで先制、うん、で7回にはロッテの岡の犠牲フライで同点ね、1-1でね、そうなんだよ、はい、でまあ投手戦に完全になってしまったんだけどもさ、はい、まあ、8回石原矢野、うん、まあ、連打、うん、で代打松山、はい、で秋山の4連打で3点を取るんだよね、うん、まあ、一気に勝負を決めるんだけどもさ、うん、ここで左ピッチャーなかったかなと思ってさ、ロッテですか、そうそうそう、うんうん、いや澤田が投げてたんだけどもね、はい、うん、やっぱ代打松山切り札が出てきたって言ったところで、うん、うん、まあ打順とか DH が使えないからね、だからまあ打順とかもいろいろ考えたのかもわからないけども、うん、やっぱここら辺松山秋山って、うん、非常に広島を代表する左が並ぶからね、うん、まあ、ここら辺で左を持ってきてもっていうことはちょっとね考えたんだけども、うん、まあ、松山もしぶといね、ちょっと詰まり気味で押し込んで、はい、左中間に持ってったけども、うん、まあ、やっぱしぶといなと思うし、うんうん、まあ、秋山もね、まあ、調子がいいなっていうような感じのバッティングを見せてくれたね、うん、まあ、一気に3点を取り勝負を決めたと、はい、うん、ロッテは、まあ、3安打と元気がない、うん、ねえ、ねえ、この試合で、うん、広島の佐藤圭介が一塁手としてデビューしてるんだよね、うん、でファームでは3割5分、うん、2本のホームラン16打点7盗塁というね、うん、もう抜群の成績を残してるんだけども、はい、まあ、今日は結果出なかった、うん、で相手がねメルセデスなんだよ、はい、左バッターでやっぱメルセデスって結構調子のいい左ピッチャーだからね今シーズン、うんうんうん、だからまあそれにぶつけていったんだけどもさ、はい、まあ今日は結果が出なかった、うん、まあだけどこの選手はね必ずやるよ。なるほど、この動画を見てる皆さんね、うん、注目しておいてくださいね。えドラフト、育成でね、そう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 、1年目、そうなんだよ、はい、それで育成2で入って静岡大学から、そう、はい、で6月に支配下になって、うん、94番背番号がね、はい、だからこの選手にちょっと注目をしておいてほしいなというね、うん、はい、愛知県出身、中京大中京高校から静岡大学、そうなんだ、うん、ね、はい、静岡大学に行った経緯とかもまあまあ今度別動画で、うん、この選手は取り上げてるんで、はい、まあ、ぜひぜひ注目をしておいてほしいなっていう選手が出てきましたね。大学時代 は,、ね、は首相を務めてるからね。そうなんですよ。はい、じゃあまたそれも含めてご注目ということで、はい、はい、で続いて巨人対オリックス、うん、ね、戸郷、グリフィン、菅野、はい、でオリックスは東、斎藤、佐藤、うん、ね、まあ戸郷対東、うん、2対0、うん、オリックス、うん、ね、初回これね、ずっとちょっとこれ3連戦聞いといてね、初回、はい、オリックスが西川のタイムリーで先制、うん、4回には紅林が甘く入ったスライダーホームラン、うん、ね、この2点だけなんだよ、
戸郷はね、うん、でまあ最初のあの1点を失う場面っていうのはさ、うん、センターの、外国人がちょっと目測を誤るんだよね、うん、まあ、それがスリーベースになってまあまあ、西川に打たれるんだけども、はい、まあでも0点に抑えたのは東、うん、8回111球、うん、2安打2三振2四球無失点というね、はい、でこの日ジャイアンツは2本しかヒット打ってない、そう、ね、うん、丸と立岡の2本だけ、うんうん、しかしこの日は坂本大城が、まあ、スタートに入ってないんだよね、そうですね、うん、だからまあちょっと、まあ、まあ坂本も休ませながら、まあ、大城はピッチャーによってっていうことだから、うん、まあスタメンから外れたんだろうけども、うん、まあそんな中戸郷8回108球、うん、5安打8三振2失点というね、うんうん、まあ、非常に、まあ、辛い負けにはなったんだけども、はい、まあ、東が、今季2勝目ということでね、うん、でオリックスもだいぶ調子が上がってきたなという、そうですね、誰かの名前とともにね、うん、だから聞いといてね聞いといてね、この3連戦 ね、はい、聞いといてね、はい、で2試合目、5対0、うん、まあ、斉藤ですよ、はい、で斉藤19歳、うん、ね、斉藤がプロ初勝利ということで、巨人は2試合連続の完封負け、うん、4安打ということ ね、うん、まあグリフィンも、まあ、立ち上がりねちょっとバタ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 してみたいなそういうところもあったけども、うんうん、でもやっぱこう斉藤って見事だな、ね、19歳、まあ、ヒーローインタビュー聞いたけど、うん、ちょっとたどたどしいというかさ、ういういしいというかだから可愛かったなと思って ね、 ね、うん、すごいね、2年目、はい、岩手県出身、そうなんです、盛岡中央高校から、はい、ね、さすがね、オリックスのピッチャー王国から誕生した、いや本当だよな、うん、はい、はい、で3戦目、はい、でまあ、名前をこう聞いててね、分かったよ、分かったね、分かったよ、で4対1オリックス、うん、まあ巨人3連敗ですわ、ね、ね、オリックスは5連勝ということでね、うん、で佐藤、はい、ね、オリックスのピッチャーね、そう、聞いてないでしょ、聞いてないとは、聞いてないで名前とか、あ、そういうことね、はい、うん、ね、まあ初先発、うん、ね、昨年このピッチャーはウエスタンの最多勝なんだよ、うん、ね、うん、で5回73球1安打、うん、3三振、どうしたの、すごい、で2四球無失点という、うん、でスライダー、まあ、最初はね立ち上がり、うん、こう緊張感はバリバリあったんだけども、うん、落ち着いてからはスライダーフォークが、まあ、低めのいいところに決まってるね、うん、うん、でオリックスは5連勝ということで、はい、まあ斉藤佐藤ね、うんうん、2戦目3戦目って、はい、ね、プロ入り初勝利を巨人戦から挙げるという、うん、でこれを援護したのが、うん、初回西川タイムリー、はい、紅林の犠牲フライで初回に2点リード、うん、3回にも西川タイムリー、うん、巨人は6回、うん、坂本の犠牲フライで1点返すが、まあ、今日も4安打、うん、まあ、3連敗という元気がないという、うん、ほんでこの3連戦で、うん、ねえちいちゃんよ、何よ、ちいちゃんよ名前が出てきた選手がたくさんいたでしょ、いたいた、ねえ、うん、誰が出てきた、西川選手、これ対策なんだよ、対策ができてない、対策って、いやだから西川選手の、そう、どういうことね、で、まあ交流戦に入る前にさ、うん、西川はこうブレイクしていくよっていうふうに予想はしてたんだけども、うん、はいはい、まあ早速ね、やっぱセリーグ相手に、うん、まあ、猛打爆発ということで、ね、で初戦も2戦目も3戦目も西川がポイントになってんだよ、うん、もうねすごいね、だまあね、うん、セ・リーグにいた選手だしね、そう、うん、それと紅林なんだよ、はい、ポイントになってんのがね、うんうん、やっぱこういう対策ができてないっていうことが、うん、打てないっていうことよりもちょっと問題があったかなと思うよね、この3連戦は、うん、まあ対策はしてたんだろうけどもさ、うん、まあ天才的な打ち方するバッターだしね、なるほどね、まあまあセリーグからの相性もあったのかもわからないけども、うんうん、まあちょっとね同じバッターにやられすぎるね、なるほど、うん、あとはねその新しいピッチャーというかね
新戦力のピッチャーが出てきつつ、うん、まあねこれね初見ってなかなか打ちにくいんだよこれはねすごくわかる。なるほどね、うん、やっぱ同じまっすぐでもどの同じ 球速でもどういうふうに自分が感じるかっていうのがすごく大切で、だからそれに慣れるまでにちょっと時間がかかるのと、やっぱ5回でお互い2人とも斎藤佐藤っていうのは降りてるでしょ。そうですね、うん、で東っていうのはさ、うん、もう分かってるから、うん、力量とか、うんうん、でも斎藤佐藤っていうのは分かってなかったから、うん、だからこれはねやっぱちょっと巨人にとってはいや厳しかったと思うよ、ね、この若い2人1安打ずつですもんね、まあ、そうだね、それぞれがね、まあ、それにしてもちょっと打てなさすぎるな、うんうん、まあそういう、まあ、3連戦でした。この2人は斉藤選手佐藤選手なんかこうコンビ名付きそんな感じですね、まあ、本当だね2人とも若いし、まあ、佐藤投手はね23歳ということで5年目なんだけれども、うん、ねまあでもいいピッチャーがいるな、うん、でムクノキがあそうそうファームでなんかね農農家なんか途中までやってたっていうね、そうそう、うん、だムクノキも出てくるとムックねやっぱ、うん、ムックン出てきてよムック、ね、後輩ね豊さんもう本当に注目してるからね。そうだね、うん、はい、はい、まあ巨人がちょっと心配だね。ちょっとね、はい、3連敗というのがちょっとね、まあ、いい勝ち方をねするときはものすごいいい勝ち方したんだけどね、うん、はい、ということで次です。はい、ヤクルト日本ハム、うん、ね、松本サイスニードヤフーレで、はい、日本ハムが山崎幸也金村加藤というね、うんうん、初戦、はい、初回、水谷マルティネスのソロホームランで2点先制、ねね、2回には伏見のタイムリーで3点リード、うんねうん、5回には、まあ、西球が絡み、ま、松本剛が犠牲フライで4点リード、うんまあ、しかし6回から、まあ、ヤクルト2点を取る、そうで7回1点を取る、ね、で9回にセービスシチュエーションで出てきた杉浦、はいまあ、これね配置展開を転換を考えていて、うんまあ、田中正義が、ちょっと、まあ、投げるフォームだとかねそういうものがなんか相手の合ってるということで、うんまあ、ちょっと配置転換を考えていて、うん、前倒しして投げたりだとか、うんはいまあ、いろいろしてるんだけどこの日はね、うん、杉浦を持ってきたの。そうでしたね、で杉浦もねまっすぐに力はあるんだよ、うんね、しかしサンタナに同点ホームラン。そうあなんかこうねこう6回7回9回と点を取られる展開っていうのはちょっと嫌な流れですよね、まあ、そうだね。今までは日本ハムっていうのはそこら辺が鉄板で取られなかったんだけども、うんうんうん、ちょっとあの疲労も重なって取られるようになってきたのかなっていうね、うんうん、ただ新庄監督はすぐ手を打ってくるね、うんうん、やっぱダメあのあこれちょっと危ないなって言ったら我慢しないね、うん、やっぱ何かすぐ気分転換をするとかさ、うん、あの転換してくれるね、うん、だから非常に選手は助かるんじゃないかなっていうふうに思うよ、うんうん、で、まあ、この日は田中正義が2番手に投げてたんだけどね、はい、でそのまま延長に入り、はいまあ、小沢、うん、ヤクルトの小沢も先発でいいピッチングするんだけども、うん、勝てないから中に入れたんだよね。そうでしたね、うん、で中に入れてやっぱ気分転換さそうと思ったら気分転換ならない、うん、であの小沢のワイルドピッチで、まあ、勝ち越しを与えるとね。この日は延長になったから投げることになったっていう感じでしょうかね。そうだね、うん、まあ山崎幸也の勝ちが消えたっていうこともありながら、うん、しかし嬉しいのは、はい、矢沢が勝ち投手になったというね。そうそうなんかね、うん、ちょこちょこ投げてたからそうそうあれと思ったんだけど、まあ、初勝利ですよ。初勝利ね。そう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 、まあ、ここら辺もね新庄監督の使い方がうまいね、うん、勝てるんじゃないかっていうポイントで投げさせるというさ、うん、で1回18球1三振1四球、うん、無失点という、ね、で西武はザバラが挙げたというね、うん、ね、うん、やっぱりあの残っていたっていう感じですね。いや残してるんだよ、ね、ちゃんと、うん、だからここら辺がね、うん、そうまあ監督として優秀だな見えてんなっていうのがあるよね。
これが行けなかったらこういう筋道みたいなのが、いや、まあ、全部考えてるあるんでしょうね。まあ、新庄監督もこう最近はこう話す機会があってね、うんうん、まあやっぱ細かく考えてるよ、うん、あとねやっぱ選手の気持ちをねくすぐってる、うん、ファームに落としても見てるね、うん、そこが多分それとね、うん、結果で上げてないんだよ、過程内容で上げてるんだよ、ね、だからポンダでも高いフライを上げたら上げるとか、うん、もうねやっぱね感覚が違う人と最先端行ってますね、まあ、最先端行ってるね、うんうん、はい、はい、で2試合目は6対3、うん、まあ、ヤクルト、はい、ね、3回万波のホームランで先制、うん、万波の調子が上がってきてんだよ ね、 ね、でこれヤクルトの攻撃4回西川の内安打、うん、うん、これが大きかったんだよね、競争になったんだけど、ね、やっぱり西川の足っていうのは使えるな、ね、でまあフォアボールがか、重なって、うん、まあサンタナが逆転スリーラン、うん、ね、ホームラン、ね、で7回には四球のランナー2人を置いて、うん、フォアボールのランナー2人を置いて、うん、まあ、松本がスリーランホームランという ね、 ね、うん、まあ松本っていうのは機会に恵まれなかったんだけどもさ、うん、キャッチャーとしても優秀だしバッターとしても優秀なんだよね、うん、で古賀とか、ね、内山とか、はい、がちょっと怪我かな、うん、いないんで、うんうん、まあ、松本がこういうチャンスを生かしたよね、うんうん、でサイスニードが今季初勝利というやっと勝てたよね、開幕投手で勝ててなかったのが、まあ、サイスリードだけだったんだけども、ね、やっとここに来て勝ったというね。そうでしたね、うん、でまあ6回97球5安打3三振1失点、うん、まあ、大体このぐらいのピッチングはねずっとしててくれたんだよね。そうそう、まあ、だけどちょっと勝ち星に恵まれなかったと。そうそう、はい、ようやくね、うん、でこの日は黒柳君、はい、ね、うん、甲子園を沸かせた。そうそう、まあ1回うん、26球、うん、まあ、3四球、うん、この3四球がいかんな、ちょっとね、あ、2人のランナーフォアボールのランナーを置いて、うん、まあ、ホームランを打たれるというね、まあ、ちょっとやっぱフォアボールってのは怖いな、まあ、新庄監督がフォアボールはダメだっていうようにね、うんうん、まあ、言うようにやっぱフォアボールが絡むと大量点になるな、こうやって。そうですね、はい、はい、で今日です、はい、1対0、これもね、本当しびれる試合でしたが、うん、まあ、この試合で加藤が先発したんだけども、うん、まあ、先投球 回をね、うん、達成しているということはちょっと伝えておくけども ね、 そ う、 そ う、 ね、そう、おめでとうございます、はい、はい、で前半はね日本ハムペースでずっと進んでた、うんうん、で残留が9あるんだけども、はい、まあ、1、2回は得点圏で、に進むけども、まあ、走塁士だとか盗塁士で ね、まあ、チャンスを潰していくんだよね。そう、だけど、まあ、相手に流れをやらずにずっと踏ん張ってたんだけども、はい、まあ、ヤクルトが徐々に来たなと思うのが、うん、6回ノーアウト2塁、うん、ね、これ、松本が、はいはい、ツーベース打ったんだよ ね、 ね、ヤクルトの松本がね、うん、キャッチャーの、はい、でまあ、だけど次にヤフーレが遅れずに、うん、で西川が三振で丸山が一塁ゴロと、うん、ファーストゴロと、はいはい、いうことで、まあ、チャンスを潰していくんだけども、うん、まあ、8回、うん、ね、ここでピッチャー交代するんだよ。どっちの交代、両方8回で交代して、まあ、ヤフーレも変わったし、うん、加藤も変わったんだよね。そうね、はい、まあ、大体まあやっぱり 0-0 で行ってて相当な緊張感と、うん、やっぱこうストレスが溜まっていて、うん、まあ、球数はねまだいけるかなと思ったんだけど、うん、やっぱ精神的な重圧っていうのを考えると、うん、まあ、変えてもいいかなとは思ってたんだよね。で田中正義に変えるんだけどもさ、はい、まあ、オスナの高いフライをショート水野が落球するんだよ、うん、珍しいなと思って、はい、まあ、だけどこれはちょっと責められないけどね、うん、豊さんね、うん、直接この解説で言ってたから見てましたけどね、はい、うん、でノーアウト2塁になる、はい、ね、松本が送る、うん、まあ、ダイソーが並木なんだよ。そう
ね。ね。で、代打青木のところで、うん、ピッチャーは河野に変えた。はい。ね。うん、で、青木がフォアボール。うん。一三塁。はい、ここでね、青木選手に代わってダイソー北村選手ね。そう。うん、で、北村が走って、いきなり、うん。いきなりね。そう。走って、まあ、ワンアウト二三塁。はい。で、バッター西川。うん。まあここら辺は細かい作業はないなと思ってたの。スクイズとか絶対ない、うん、まあ打ってくるだけだろうなと思ってた、うん、ね、うん、そしたら新庄監督がレフト水谷に変えて細川を入れてくるんだよ。そうそう、あれはどういう意図だったの。いやだから肩だよ。そういうことね。もう細かいね。ああ細かい、すごい。なんでだろうってちょっと思いながらね。いやいやいや、それだったら、うん、万波をレフトにして、うん、細川をライトでもよかったんじゃないかなっていうふうに。もう一つ言うなら。もう一つ言うなら。いや、だけど、うん、犠牲フライは結局、細川のところに飛ぶんだよね。うん、やっぱ並木、まあ、バックホームしたんだけど、カットマンが入ったんだよ。うん、あれもうスルーしとけばさ、どうだったんだろうなと思って。ってね、うん、やっぱカットマン入れると、並木の足じゃさせないね。うん、だからなんて言うんだろうな、新庄監督がやることを全部やって、うん、負けたな。うん、あ、もうこれはね、手の打ち、あそこで手を打つとしたら全部の手を打って1点を取られたよ。もうこれはもう仕方ないな。うん、ただ水野ね、うん、まあ落球をしたけども、うん、まあ一生の思い出だよ。いや、まあそのぐらいに思っといた方がいい。まあ彼のホームランとかスリーベースも7本打ってるんだけど、うん、それで勝った試合ってたくさんあるし、うん、いやだからもう切り替えてやってほしいなと思うよね。まあ王を引かないように、うん、まあレギュラーってこういうねこともあって乗り越えて大きくなっていくわけだから、ね、まあ新庄監督もそうやってコメント出してたしね、さすがだなと思うよね、うん、すぐ言うもん。ああこういうこともありますよって、うん、長くやっときゃ ね、まあこれからも長くやっててこんなエラーで潰れたような選手はいないから、うん、確かにその通りだなと思ってさ、ね、まあじゃあそこはね、まあまあ、うまく切り替えて、まあそうだ ね、まあやることをやって負けたというね、うん、でまあ日本ハムも状態はね、うん、決していいとは言わないけども今ね、うんうん、だけどヤクルトはね一番いい時に今季、うん、一番いいなと思う時に日本ハムが当たったな。うん、あこれねそうじゃなかったら太刀打ちできないのかなっていう勢いがあったから日本ハムはね。あったあった、怖かったですけど ね、うん、まあまあでもこうエスコン行ってね、うん、次はね中日と巨人だから、うん、またね、まあ、仕切り直しだね。場所が変わって、ね、ホームになるとね、まだこれは全然違いますよ ね、頑張ってほしいね、うん、はい、はい、で、DeNA 対ソフトバンク、はい、ね、DeNA は森、うん、東、石田、はい、これ石田っていうのは、うん、左の石田じゃなくて、うん、あの右の石田ね、中央から入った石田雄太郎投手で、そう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 、22歳の、そうです、今年1年目の、はい、はい、で、ソフトバンクはモイネロ、スチュワート、うん、和田というね、うん、で、初戦10対1ソフトバンク、うん、まあソフトバンク15安打10点、まあ快勝だよね、なんかね、すごいね、うん、で、甲斐が2回、スリーラン、うんうん、で、コンちゃん2打点、はい、で、最近ね、ものすごく当たってんだと思うのが柳町、はい、3安打3打点よく名前聞きますよ。まあそうだね、うん、まあだけど、まあ、一軍に合流してね、うん、必死にやってるよね、うんうん、だから非常に状態もいい し、ね、必死に食らいつこうとする姿勢がいいなと思ってさ、ね、4割超えてますからね。そうなんだよね、うんうん、で投げてはモイネロ、はい、まあなんかちょっと途中から遊び出したんだよね。楽しそうでした、うんうん、8回120球5安打7三振1四球1失点というね、うん、まあこの試合で、まあ、1点というのはオースティンが4回に、うん、まあソロホームランを打つ、はい、まあそれだけの1点に抑えたというね、まあこれはねちょっとまあ序盤からパパカーンともう下位のスリーランも出たし、うん、まあちょっとゲームにはならなかったんだけど、はい、まあピッチャーもあんまり使いたくない DeNA が、うん、まあ上茶谷
ね、まあ、3回ライトゴロでファーストに ね駆け込んだ時に足捻挫とグキッとね、うん、ちょっと痛いですね、まあ、ちょっとね怪我人がちょっとねやっぱ DeNA 多いだけに多いですよね、まあ、ピッチャーのね、うん、登録場所も相次いでるんで、うんうん、まあ、上茶谷ねこういう負け試合で回またぎで投げようとするから、うんうん、打席にも立ってたんだけどね、うんうん、もう一生懸命、まあ、走るかしょうがないか、まあね、うん、まあちょっと残念な怪我があった ね、はい、うん、ということで10対1ソフトバンク、はい、で2試合目、はい、5対3、うん、ソフトバンク、うんうん、まあ、4回回のタイムリーで先制、はい、まあ、7回にはミネーが代打で、うん、まあ、元 DeNA のね、まあ、東をよく知ってんのかな、ツーランホームランで3点リードという、うん、これ低めのチェンジアップなかなか引っかからなかったね、あいつもう分かってるのかな、かやっぱそうなんだろうな、キャッチャーは元いたキャッチャーだとちょっとずるいずるいというかね、まあまあね、よく知ってるよなだってね、ずっと落ちていく軌道とかもよく分かってったんだろうね、うん、で、まあ、8回、うん、松本ね、はい、ソフトバンクの松本ピッチャーね、うん、フォア四球デッドボール、はい、でファーストのエラー、うん、中村が珍しく中村明がセカンドにボートしたね、うん、ああで、まあ、2人のランナーを置き、うん、オースティンが同点スリーランという、ね、オースティン最近すごい、もうスチュワートがベンチで泣きそうになってたけどね、そうなってたねかわいそうにな、うん、まあだけどやっぱソフトバンクやっぱ強いな、ねえ、せっかく追いついたけど、まあ、9回に、うん、まあ、森原に変えたんだけどもね、ピッチャー、はい、うん、で川瀬が一塁内安打、うん、ね、周東がきっちり送って、はい、まあ、今宮がタイムリー、マシンだったんだよね、マシンのいい当たりのセンター前だったんだよ、うん、で外野手は DeNA の外野手は前進してたんだけど、はい、桑原がねちょっと刺されるんだよ、うん、打球の勢いに、はい、前に突っ込んでくるんじゃなくてちょっと押されたんだよね後ろに、はい、それを多分見てたんだと思うんだけど、うん、サードコーチャーの井出、うん、回したね、うん、そしたら慌てた牧がボールをジャックルということで、うん、そうそう、ホームにボールが戻ってこなかったというね、うん、うーん、なあちょっとね、でね、この1点だけじゃなくてまた栗原がつなぎ、うんうん、佐藤がダメ押しを打つんだよね、うん、だからここら辺2点リードを取るっていうところがやっぱソフトバンクっていうのはこうだ貪欲だなと思ってね、勝利に対して、ね、この9回でこれでどうだみたいなね、そうだな2点目がね、いや普通8回に同点されるとさ、うん、ちょっとがっかりくるもんだろうけどもさ、うん、だけどここでやっぱこうまた突き放せるっていうところが、うん、まあ、非常にやっぱソフトバンクの強さかなっていうふうには思うよね、うんうん、で3試合目8対5、はい、DeNA、うん、はい、石田がプロ初勝利、ねえ、おめでとう、初勝利続きます、ね、はい、5回、66球、うん、5安打2三振、1四球1失点というね、はい、ただねこれ大学は中央大学で西舘と同期なんだよ、そうそう、で西舘よりは、うん、ストレートはいいんじゃないかって言われたような、うん、ピッチャーなんだよね、なるほど、まあ、総合的にはやっぱり西舘の方が上なんだろうけども、うん、やっぱまっすぐ一つを取れば、うん、西舘よりいいんじゃないかって言われるんだよね、なるほど、石田はね、うん、まあ、それのそういう力を発揮してくれたかなという、でこれを援護したのが大学の先輩である牧、はい、まあ、初回にグランドスラム、うん、満塁ホームラン4点へえ、いきなり取ってくれたというね、なんか頼もしい先輩ですね、でただね、俺はこれ、4点を取りましたと、はい、聞いてたんだけど、うん、ソフトバンク対DeNA 対ソフトバンク、うん、初回に4点、いや、これだけじゃダメだぞみたいな、うん、もっと取らないとって、まあ、石田っていうのもちょっと不安だったけども、うんうん、
だけどいや取っていかないとと思ったら、うん、7回に松筒号が5号スリーラン、ね、これが大きかったね。ねえ、うん、もうこれなかったら怖かったね。いやこれなかったら本当に怖かったでしょ、ね、うん、だって5点結局取ってんだから。そうそう。でもまあ今日はね和田の立ち上がりがあまり良くなかったということ、うん、まあでも、牧がねそこをこうしっかり捉えてくれたということ、うん、でダメ押しに筒香が打ってくれたということ、うん、でこのホームランは、筒香にとって、うん、NPB 通算1000本安打となる。すごいね。あね、まあ良かった ね、 ね記念すべき本当本当ホームランが勝ち試合だったし、しかもね、うん、とても大事なホームランだったし、そう我が後輩に勝ちをプレゼントしてくれたし、ありがとう筒香いや本当だよいや本当だよ中央デーでね、まあ、でも、ね、でもなんか交流戦になると、うん、初勝利を挙げる人っていうのが紹介しただけでも斉藤佐藤、うん、矢沢、うん、で石田、うん、結構いるよねこの、うん、この3連戦だけでもまだいなかったかなって思う、まだいなかったかなって思うぐらいだよね、うんうん、あのそうね、まあ、プロ初勝利じゃないけどねサイスニード選手とかね、そうそうそう今季初勝利とかね、本当だよね、うんうん、まあまあそういうことでまあ一つ勝てました、うんね、ただ DeNA の方はやっぱこうちょっとミスが多いな、まだ勝ってもね、あとねちょっと怪我人がね、そうなんだよな、心配ですが、はい、はい、で続きまして、うん、阪神対西武ライオンズ、はい、まあこの一戦このカードを、うん、両方とも状態がすごく悪かったんだよ ね、 ねだから上げるきっかけはどっちが掴むかっていうふうにちょっと考えてたんだよね。そうね。そしたらまあ阪神が掴んだという、うん、それがまあ伊藤正志、うん、ビーズリー佐伯、はい、で西武は與座高橋光南渡辺というね、うん、で1試合目は5対1、うん、阪神で、うん、この試合で伊藤と佐藤が一軍に合流してきたという、うん、ね、そうで伊藤、うん、7回100球5安打、うん、5三振が1球1失点というね、うん、で佐藤輝で4打数2安打、まあ、1得点という、ね、まあもういきなりね、まあ、2安打打って貢献ができたという、うん、でこの試合で4番に近本がまあ入ってんだけどずっとね、うん、近本が、ね、であんまり状態が良くなかったんだよね。そうそう、まあだけどこの試合、近本が6回に2点タイムリー、はい、ね、うん、8安打で5点を取るという、ねね、うん、でこの試合は前が森下木浪にもまあ打点がついてるというね、うんうん、だからまあ打線の流れとしてはだいぶ良くなってきたかなっていうような、うん、そんな感じがするよね。まあ、その起爆剤になったのがまあ佐藤であり、うん、まあ、投げては伊藤であったかなというような、うん、だからだいぶなんかこう戦力的にはねちょっと戻ってきてるなという。なるほど。やっぱ佐藤が1枚いるとちょっと重みがあるね。それが良かったっていうのも塚本選手のなんかもありますか、まあ、あるかもわかんないね。塚本の後ろにいるっていうことはね、うん、まあ、一つの安心感であったかもわからないし、ね、相手にとってのプレッシャーだったかもわからないよね、うん、はい、うん、で2試合目、はい、でビーズリー、うん、高橋光南4対1、まあ、阪神ということで、うん、まあビーズリー、まあ、良かったよ、うん、まあ、スライダーは切れる、まあ、コントロールも良かったということで、うん、まあ、完投、そうそう、うん、9回、119球、うん、4安打、うん、6三振、3四球の1失点という、ね、うん、でまあ、3回、はい、ね、阪神下位打線、うん、ね、梅野木浪から、うん、まあ、中野がタイムリー二塁打という、うんうん、で森下レフトへタイムリーで5回には 1-2-3 番、うん、ね、中野前川森下の3連打で、うん、まあ、1点を取るというね、はい、だから非常にまあ、1戦目もそうだけども、まあ、打線が流れるようになってきたかなという、うんうん、まあ、下位打線から上位に持ってきたら上位が返してくれるというさ、うん、まあ、強い時の阪神の打線にある程度近づいてきたかなっていうような、まあ、そんな感じがするよね、はい、だからまあ点の取り方も、まあ、先制中押しダメ押しってさ、うん、まあ細かいけど
だから取れてるっていうね、攻めてるという感じがするよね、うん、だからまあビーズリーも非常にコントロールもよく、まあ、安定したピッチングを見せてくれたし、うん、まあ、非常になんか良くなってきてるなという阪神が ね、はい、まあ高橋コーナー6敗目ね、え勝ちがないね、まだね、うん、まあ、西武はやっぱり、まあ、状態的には非常にね辛い状態になってるけども、うん、まあ、なんとかしないとね、1年間長いぞこっから、ほんとね、いやほんとなんとかしないと、ほんとで打線は4安打というね、うんうん、ちょっと、まあ、ちょっとねどうしたものでしょうか、はい、はい、で3試合目は3対0、はい、あ阪神、まあ、最近7勝目、うん、で7回3分の2までノーヒットノーラン、うん、とで結局8回112球、うん、1安打、うん、9三振、はい、3四球無失点というね、はい、だからもう最近は本当にこの、まあ、日曜日限定で投げてるかな大体が本当に安定してるよ ね、 ね、本当に頑張る7勝ね、うん、ずっと 0-0 で行ってたんだけどもさ、はい、まあ、7回、うん、まあ、糸原、梅野の連打、うん、木浪が送って才木三振、ね、2アウトから中野が、3塁打、うん、タイムリーでね、で前川タイムリー、うん、で3点ね、うん、だからこの時の才木の嬉しそうな顔やっと取ってくれたみたいな感じで、うん、ちょっとキャッチボール始めてたけどさ、うん、まあ気持ちはわかるけど、嬉しいよね、まあまあそうだねでもちょもう少し早く援護点を上げるとね、うん、まあ良かったかなと思うけどもね、うん、ね、一生懸命やっててやっと7回だったから、まあそうだね本当だね、ただこの時に西武は渡辺をちょっと引っ張りすぎてるんじゃないかなっていうの気がするよね、うん、やっぱこう左とか、うん、まあ、中野とか前側とか、うん、左が続くしね、うん、左持ってくるっていうことはなかったのかなっていうような感じがするよね、ちょっと引っ張りすぎて渡辺かわいそうだったかなという感じもした、うん、はい、なかなかタイミング難しいんでしょうかね、まあそうだな、だからまあ例えば、まあ、打順に入れてると変えづらかったりだとか、うん、でも DH があるとスパッともう打順関係なく変えれるから変えやすいとか、うん、まあいろんなことの作用があると思うんだけども、うん、やっぱもう終盤でこう勝負どころだからさ、はい、やっぱここら辺で点取られるとちょっと厳しいぞっていうことを考えると左でもよかったのかなっていうね、うん、まあ、そんな感じもするんだけども、うん、この後に渡辺投手の後に投げてるヤン投手、上田投手っていうのがまあ2人とも1年目そうだねっていうので、なんかこう試してるじゃないですけど、うん、こうなかなか筋道次誰っていうのがあまりこうはっきりは見えてなかったりするんですか、まあ、勝ちパターンとか、そうそうそう、何パターンとかね、そうそうそう、まあ、そういうのはまだ、まあ、代行になってね、まあでも GM やってたらね、チームを見てたはずだから、うん、まあ、そういう発想はないのかなっていうような感じはしたけど、ね、なるほどね、はい、なかなか厳しいですね、はい、はい、まあ、サトテルが復帰してから3連勝ですね、豊さんね、はい、なんか嬉しいでしょ、まあまあそうだねただ貢献したのは1戦目だけで、うん、ただ存在感っていうのは多分あると思うんだよ ね、 そうですね、うん、だからやっぱりこうサトテルの存在感っていうのは大きいのかなっていうのはちょっと感じる3連戦ではあったけども ね、 ね、この3連戦前にそんな話をしていて、はい、こうね、やっぱりそうだったなっていう感じですか ね、まあね、うん、あとはやっぱ早くしっかりした結果をね、うん、残したらいいなっていうふうに思いました。はい、はい、最後、うん、中日対楽天、はい、ね、涌井、メヒア、松葉、うん、で楽天の方は早川、小蛇、うん、岸、はい、ね、初戦2対0、お楽天、うん、まあ、初回辰巳の内野ゴロの間に先制、小郷の二塁打、うん、2回には小郷の二塁打ね、うんうん、2回には阿部のタイムリーで2点目、うん、で早川7回102球6安打7三振2四球無失点、うん、まあ、早川が本当に安定してきた ね、勝つようにで1回ね、うん、ファームに落ちて上がってきてからずっといいピッチングしてるもんね、うん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 、
で中日は、細川カリステが3安打も、うん、6番のビシエド、はい、4番5番が3安打ずつ打ってるんだけど、うん、ちょっとビシエドがねこの日、まあ、3打数ノーヒットブレーキになっちゃったんだよね、うん、これがビシエドに1本出てれば逆に中日が勝ってたんじゃないかなっていうような試合だったんだよね、うんうん、だからなんかちょっとこういじりすぎて噛み合わないというかさだ、うん、まあ、ある程度これってこれが流れるっていう打順をもう見つけないとさ、うん、打てる人はたくさん出てきてるわけだから、うん、だからそうした方がいいような気がするな。なんかこのピッチャーはの時には1番入れてみたいな、まあそれだけまだ実力を認めてないのかないやなんかよくわからないけどさ、うん、やっぱりこうある程度固定をしてあげないと選手も落ち着かないんだよね、うん、で打順の巡りって何番今日は何番何番とかさ1番とじゃあ6番とでは普通に考えて打順の巡りって全然変わると思うんだよね。変わるでしょ。全然違う。だからそれがリズムになるんだよ選手の、うんうん、だからある程度同じようなリズムで回してあげた方が打てるかなっていう、毎日こう違う打順を打つよりはね、まあ、そんな感じがした、はい、で涌井も頑張ったんだよ、うん、7回84球、まあ、立ち上がりにポンポンと1点ずつ取られてさ、うん、84球5安打5三振無四球、1デッドボール2失点という、うん、ね、まあ、こういうピッチャーはやっぱ勝たしてやらなきゃいかんなっていう感じはするね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、7対2、うん、楽天、はい、ほらプロ初勝利こじゃほらって、ね、出たまたってそう6回88球9安打、うん、まあ、ちょっと打たれすぎてるけども、うん、3三振2四球2失点というね、うんうん、まあ、先制はね中日の福永、はい、ホームランこう力あるね、ね、右に持ってったよ、うん、で福永から4連打、はい、ツーアウトからカリステがタイムリーってね、うんうん、まあ、しかし2回ワンアウト満塁から太田タイムリー、メヒアのエラーがちょっと重なったんだよね、はい、で満塁から小郷が、グランドスラム満塁ホームラン、ね、うん、で一気に6点取られるという、はい、うん、メヒア3回3分の1、7失点、うん、ね、まあ2点をねすぐリードする取ってあげたんだよね、うん、まあ、珍しいんだよ中日にしては。いや最初から点を取るっていうのは、はい、まあ硬直状態の中で進んでて、うん、ポンと取って逃げ切るとか、うん、そういう試合あるんだけど初回からこう点を取っていくっていうのは、うん、非常に珍しい試合だったんだけど、はい、まあ、最後もう守ろうとしちゃったのかな。逆に普段と展開が違うとまた、まあ、そうなんだよね、違ったちょっとリズムがね、精神的にも変わってくるんですかね、うん、まあ、想像しながら入るからね、うんうん、だからメヒアが 3回3分の1、7失点、うん、で中日はね11安打も2点ということで、うん、まあ、打つのは打つけどね、うん、ここ1本が打たないと、ね、うん、安打数多かったですけどね、まあ、そうだね、うん、でも小蛇良かったね、はい、初勝利、うん、まあ、この日はねあんまりいいとは思わなかったんだよ、ね、前回ね、うん、前回ね、仙台で投げた時の方が、はい、まあいいなと思ったんだけど、はい、まあでもこのピッチャーこう意外と粘れるね、うん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 、粘り強い、いやだからこれからもなんか勝っていけるかなというね、うん、まあ、感じがしました、はい、はい、で3試合目、うん、3対1中日、はい、楽天、2回阿部のソロホームランで先制、1号ソロホームランでね、うん、はい、まあ、しかし4回板山、うん、2塁打宇佐美センター前ヒットでノーアウト1・3塁村松が犠牲フライで同点、松葉が送り、2アウト2塁からカリステタイムリーね、5回には宇佐美が、まあ、タイムリーということで、はい、まあ、この日あの板山をね先発を使うんだけども、はい、まあ、板山宇佐美って並べて、うん、まあ、3安打と2安打、うん、で宇佐美が1打点というね、はい、まあ、こうやって誰と組ましたらこう流れがいいかとか、うん、まあ、
それは打てないこともあるだろうけども、はい、まあだけどある程度その固定のメンバーを見つけるといいね、うん、中日は。なるほどね。いやあのね、打つ能力っていうのは高くなってきてるよ、ここのね、ここの、うんうん、いやだからそれをなんかどう配置すると一番いいのかっていうことをある程度固定ということを考えながら、もうその日暮らしじゃさ、やっぱ息が詰まるし、その日暮らしじゃない、やっぱ何も生まれてこないよ、うん、だからそういうふうにするといいなっていうふうには感じるね。確かに強いチームっていうのはね、こう鉄板のメンバーの、ね、流れとかありましたもんね。そうだね、うんうん、で松葉5回67球3安打3三振1失点というね、うん、まあ頑張ったね、はい、で楽天はやっぱこう小郷1番小郷4番鈴木、うん、まあこの日はノーヒットだったんだよ、はい、そしたらやっぱ得点源っていうのがちょっと落ちるね、うんうん、やっぱ1番と4番、はい、これを抑えることが一番失点を防げるね。うん、なんかずっとこういう風な3連戦を振り返りで喋ってると、はい、大体そうだね、うんうん、ね、1番と4番を抑えると大体いい試合になるよ。その代わり打たれるとコッパみじんになる時は、まあまあでも楽天がね、連勝が止まったというね、はい、はい、中日頑張りました、最後に ね、はい、ということで、はい、まあ、勝敗を見てみよう、はい、はい、こうなりました、はい、以前パリーグの方が勝ち星が多い状況です、うん、まあそうだね、はい、5勝の差ってでかいな、ここに来たらな、ね、はい、もう今交流戦の順位1位楽天、2位ソフトバンクっていうところで、はい、で3位ヤクルト、4位オリックス、5位巨人、広島っていう形ですかね。まあ、そうだね、うん、まあ、広島がねちょっとずつ上がってきてるから、うん、まあ、楽しみだなっていうのと、うん、まあ、阪神も、まあ、ちょっとこの浮上のきっかけをつかんだっていうことがね、はいはい、次のカードでね、まあ、どうなるかということだよね。やっぱ交流戦だと今までの戦い方とか勝ち負けの数がチームによってだいぶ変わってくるところありますね。まあ、変わってがあるな、うん、まあ、それとやっぱこうなんていうの、表ローテと裏ローテってまあチームにはあるんだけども、うん、日本ハムの戦い方見てると全部表が来るんだよね、うん、やっぱそれだけ認められたということだよ、うん、他球団から、うんうん、だからまあ火曜日からね、うん、また6連戦があるけども最後の6連戦が、うん、まあだけどここ踏ん張りどころだな日本ハムはね。日本ハムはエスコンに戻り、はい、中日と巨人だよね、うん、そうで、そうそう、まず中日からね、はい、はい、楽天が巨人な、はい、でこれが裏なんだよ。なるほどね、はい、で西武が広島、そうなんだ、でロッテが DeNA、オリックス、阪神、ソフトバンク、ヤクルトっていうようなことですね、はい、まあそうだな、うん、まあ楽しみなカードは続くけどもね。ということで今度はねホームがパリ、はい、まあだからその楽天が粘り込めるか、うん、それともソフトバンクが打っちゃるか、それともね、それより下にいるチームがグッと上がってくるかね、え、まあちょっと楽しみだね、優勝争いも ね、あと残るはもう6つだよ、あれですね、そしてパリーグの、そうそうそう、あれなんで DH 制の試合、ね、DH 制だけだよね、はい、はい、まああと残り6試合どうなるんでしょう、パリーグが勝ち進んで、ね、勝ちが多くって、はい、このあと6連戦パリーグがホームっていうのもなんかね、ちょっとセリーグ頑張れっていう感じですか。まあ頑張れって思うけど、うん、まあもうここまで来たら優勝がどこなのか、うん、ね、まあ楽しみにしたいと思います。そうですね、はい、はい、